ラム長すごいですね、うんうん、おばあちゃんが頑張ってくださるから私たち就職、ね、できるので、おはようございます。すごいたくさん作っておられますね。自分のところで食べきれんので、お客さんにとってでも食べてほしいもんということで、入場券もなしほんの賞味のお値段で提供しております。いつ頃からこのブルーベリー始めなってですか？これね、僕がまだ勤めてる時にね、退職したら何しようかって考えたんですよ。そしたら、まあ退職してまた勤めるのも大変し、なんかいいもんがないかなと思って考えたら、平成7年に植えたんですよ。退職するまで木が大きくなってしまってね。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。